まだまだ。でも覚えてるかね。覚えてね。DVD のがやってるな、うん。オーストラリアも行きましょう。朝じゃないよ。置いたじゃん。いや何の曲だっけ。あのね、某一緒のレコード会社だった方のあの結婚式の絵も差し込まれた。ああ高須ね。言っていいの？そんなまでやって、うん、あれオーストラリア、この野郎ビジネスクラスだこの野郎つって冗談じゃない最初エコノミーで言ってたけどビジネスクラスでしょそれでその頃外でご飯なんかも食べない、そんな暇ないから、制作で、で夜なんかもひたすら弁当とかそんなのしか食ってない、家にも帰らないし、そしたらさビジネスクラスになったら和食出てくるじゃん、あれがもうすごい、もう料亭のご飯みたいな感じです、うん、今考え、今もう食いもしないの今出てきて、まあもういいや、ね、変わっちゃったな、変わっちゃったよ、ね、矢崎さん変わっちゃった、変わっちゃって、全然変わっちゃってあのことすごい一生懸命、だからみんなね、俺適当にやっててね、ずるいみたいに言うけど、すごい一生懸命です、その頃ね、もう外食なんかしたことないでしょ、ビジネスクラスに、こんな美味しい料理あんだ、全然今食ったまずビリーシーンさんがなんかあのベースマガジンかなんかで5年ぐらい前かな、なんかインタビューだ、何周年みたいな、あのその時になんか日本の方々いろいろね一緒にされましたよね、お仕事で、代表はやっぱりビーズのずっとあのビーズやってたね、やってたからね、でそれなんかやっぱでどなたがボーカリストで印象的ですかって一番印象的な、それ稲葉さん来ると思うじゃない、読んでたら奥山さんが、そうビリーシーンの一番の奥山さん、稲葉さんの先にすいません、あの、出てきて、これ使った方がいいんじゃない、これカット、すげえ、だから買って、そのだから置いてある、その雑誌は、すごい記念、それファンの人に教えてもらって、そう、PV も出てもらったよね、そうするともう PV こうやってやりながらチク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 電気つけたりして、サービス精神がね、ダン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 チクチクチク、レースが電気がつくんだよ、どっかで見てくれるよ、へぇ全然やってくれない、PV や出てもらっていいですか、どうなんだよなんつって、ゆかさんもそうだよね、出てくる、まああれはもう契約っていうか、PV も出てこれはもう CM 全部使いますよっていう契約で、びっくりする値段払ってますから、やっぱロサンゼルスってすごいな、まあ、小室さんもロスでね、うん、その頃伊藤ちゃんはロスに行ってた、小室さんのマネージャーをしてた、屋根裏に住んでました、すごい、ね、うん、そこにいたって、うん、俺はマリブ見に行ったもん、ここはマリブか、うわって松本さんちとか、うわこれが松本さんちか、ハリウッド行ったりして、アメリカすげえみたいな、いい思いで、そのやっぱり立役者ね、まあとにかく歌はね、でももう最初から突っ込んだり低かったけど途中からは本当にうまかったね、大岩さんの指導通りに、その伸びるスピードが速いんだよ ね、 ね、3年買い殺さなくてもいいんだよ、買い殺さどん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 スピードが俺も赤もそこで行くのかなと思ったら、そうでもない、いいねそれ、この人見ちゃってるからもうすぐ上手くなると思っちゃう、すごいスピードで伸びる、あとなんかまあ、ね、その上手いとかどうかわかんないけど、うん、時代はそういう時代でしたよね、アニソンみたいなのだんだんちょっとずつこ う、 う、ね、やっぱ流行ってきて、ね、でまあエヴァンゲリオンとかもそうだけど、そうそうそう、時代もだんだんこうなってきたから我々もこういい感じに乗れたのもありますよね、エヴァンゲリオンのね、本当あれを取り逃がしたそうね、そう、あれあれば、ね、忘れないわ、それ覚えてますよ、あれがあればもう今俺何もしてパチンコしてたもんあ、何曲やってたら、今日出ないなパチンコとかもすごいやってましたよ、やってたの当時、ね、やってて、あのちょうどスタジオの前にパチンコさんがあって、でなんかこう煮詰まるとパチンコに行く、それでそうだっけ、負けると投資がこう頑張って働かなきゃいけない、負けたから頑張って仕事しようみたいな、そんなイメージないですね、競馬もよくやられてたし、競馬だけやってたの、土日だけ買いに行ってた、
そう、それたまーにそれ乗っかって初めてやって万馬券当たったの。ええー、すごい。競馬で本当まだ発表してないけど、はいはい、まあ池森君発表しちゃったりしちゃったんだけど、はい、競馬で4000万ぐらい買った。一回100万円が1000万になった。でその頃あのついにこうネットじゃないんだけど電話回線でやるようになった。電話回線で100万円入れて、そっからなんかただかけるみたいな、ね。それはあの当時ウィンクの社長だった森さんっていう人がこういうファックスで買う情報あるよって、細かい話はいいか。あったね。情報通りに買う。そうだね、あったあった、うん、だんだん途中からここが買った方がいいんじゃないかって自分なりにアレンジして、うん、そして100万が900何万まで行ったの、うん、あれ900万になっちゃったって、作業ずっとしていく、うん、土日もそのもう買いに行かなくていいんだみたいな、うん、そこのこんなちっちゃいさ、うん、電話回線のやつでピッて買えるようになって、夢のような機械が。それやって100万円が1000万になっちゃってる、900万か、でそしたらもう1レース20万とかかけちゃう、ね、このレース20万でしょ。で負けたって100万なくなるんでしょ。である日なんか9番10番っていうのがあって、なんかすごい来そうだなと思って、最初は朝10万買ったの、いやなんかでもすごい来そうだなと思って50万か追加して買おうと思って、50万ってやってエンター押そうと思ったんだけど、いや、なんだいや、これはやばいね。それで50万使ったら、もうバカじゃん、せっかく900万だったのを50万、一つの9番10番にかけるなんて生まれるね、それじゃバカだなと思って、5万にしようと思って、50万ってやめて5万にして、で、あとはそうだね、枠連を5万とみたいな、ワイドで5万すごい分けて10万20万足してで買った。でちょうどおじさんに電話してる、レースが始まってんだけど作業してんのちゃんと、うん、おじさんなんかちょうどなんか電話してて、うん、電話してたら俺もそのレース走ってる、パッと見たら9番と10番がすごい先頭にこう、あれっつってちょっと待って待ってっつって9番10番がまた塊みたいな感じで3コーナー2頭だけなの。嘘でしょっつって4コーナー回ってそのまま電話しながら「さらまなさらまな」で2頭だけこうって言って、あと「わあ」ってなって「わあ」ってなって「そのままそのまま」って「気まくりやがった」でも気まくったら「いやちょっと待って、あれちょっと待ってよ」っつって「本当に勝ってんのかな」って、この、うん、そのレースは本当に勝ってんのかって、もうちょっと汗かきながら、うん、9番10番勝ってるよっつって15万かなんか。うん、それ220倍なの、うん、それだけで3000何百万、うん、そう思ったらもともと買った900万で全部で5000万ぐらいになっちゃう。それで当たって、この野郎と思って、ちょうどね土地持ってたから、土地買ったばっかりだったから、地下持ってやろうって、この5000万何使おうかなと思って、フェラーリ買おうかなとかいろいろ思ったんだけど、ちょっと待ってなんかね投資した方がいいなっつって、何に投資するんだ、自分だぜ自分に投資してやるんだ一番信用できるのは自分だ俺に投資だって自分で土地に近く、まあ、スタジオを作る、それが今木梨スタジオだよね、俺だけね一番やってスタジオ掘っちゃう掘った、まあ、何千万かかかんないね、掘るだけで1500万、で空調で1000万2000万ぐらいかかっちゃう、地下やるだけで、それが、12月ぐらいに終わって、あ、当たったのは11月とかなんか、ね、で3月ぐらいにそれ会社にそのお金を入れて地下を持って、うん、そしたら税理士からプロって電話して、うん、なんかちょっとお金の出入りがおかしいですまあもちろんなんか変なことしてないと思うんだけど、異常に会社に俺のお金を入れるわけ、うん、当たったお金を全部会社に入れちゃって、でちょっとあで競馬に当たったからっつって、ってなって、いくら4000万ですけどってなって、いやそれは申告しないと脱税ですって言う、脱税ですってそんなこと思ってない、税金かかるんですね、税金かかるのってなって、しかも使っちゃってるの追徴で、あの言われる前にやんないと銀行から税務署にお金がいったら分かるっていう、1000万以上振り込まれる、まして4000万とか
えバレんのって、その時にもう自分がこう手錠してね衣装に入ってるこういう映画見えたって、どっちだろうなと思ってやばいと思ってじゃあ申告しますってなってそしたら市民税となんとか税1000万円えっ、その5000のうち、そう、でその頃収入も多かったね、もともと収入が多いところに副収入で収入が入る、払って 2,3 年後に税務署も入るわけ、その時もちょっと他のがあふれやって言われて、ああそれ競馬で当たりましたっつって、はぁってなって、ね、申告してるからっつってそしたらもう1700も払ってるわけだ、ああ確かに、その時に申告してなかったら逮捕、逮捕はされないんだろうけど、何千万ね、知らない人もいるだろうもんね、そういうの知らない人もいる、知らない、だって本当に知らないもん、そんな払うと思わないでしょ、うん、びっくりした、そんなあれは20年ぐらい前、そんなことある、ね、最初はなんかプレハブみたいなの建てようと思ったんだけど、なんか周りはみんな工事しだしたし、鉄筋でやっちゃえっつって、金ありますね、そんな分厚くしてください、払った後に税金を1700万円ってすごいがっかりした思いが、外壁ももう全部ね石で張ってもう美術館みたいにしたいっつったら、建築屋さんがやっぱ普通の建築屋さんだから、いやそれだけはっつって、何にも変わんないですよ、広さも中が何にも変わんないのに500万600万かかる石やるだけで、いやいやもうこっちはもう毛羽立ってるわ、ね、石でしょ、ね、石やりすぎるな、ね、まあ、そんな思い出のねそこのちょうどその時期に自称を育てたいや、だいぶ育てていただきました、うん、面白い、でも競馬をみんながよくやってて、たくさんお金がね現金でもらってくる時あるじゃないですか、うん、パッと見たらゴミ箱にしてたこう綺麗なんだけど、ゴミ箱紙くずとかしてる、こう部屋にこう丸いやつパッと見たら、なんかそっちに促されるんですよ、あそこ見てみみたいな、パッと見たら札束がこうなんか捨てられてたり刺さってたり、あとなんか全部この床の上に並べて引いてこうやって寝転んでますとか上から写真撮ってたりとか、そんな写真うちにいっぱいあります。そうなんですね、うん、そうそうそう、本間とかもね、本間とか面白かった、本当面白かった、転がったりして、うん、その時代やつね、どんどん話ずれてる、そうですね、面白いけどね、うん、そんな奥井さんですけど、うん、やっぱりちょっと飼い殺してるのを少し育てなきゃいけないわけ、奥井さんに少し教えてもらって、次週は、あ、そっか、次週は少しちょっと奥井さんに歌のなんか教えてもらう、昔話しててもみんなチャンネル変えちゃうでしょ、なんかもっと教わるみたいな歌手になりたいっていう人が見て、うん、ためになるのをちょっとやってもらいたいね、カメラ感がそうですね、やれるかもしれない、うん、ちょっと次回そうですね、奥井さんのちょっとレッスン、あら、レッスン動画多少こうインに弾いた方がいいのかいや、ゴルフになっちゃってる、ゴルフになっちゃってる、ゴルフのレッスンじゃない、違う違う、ボーカルのレッスンの出し方、ちょっとレッスンやりましょう、それでは、本日のスペシャルゲスト奥井正美さんでした、矢吹敏郎のドンバーカー